皆さんこんにちは、今回はですねナイフの使い方について紹介してみたいと思います。で今ここナイフちょっとずらっと並べてみましたけれども、こちら、紹介してみたいと思います。プーコですね、刃渡り、85mm、 そしてこちらオピネルのナンバー9カーボンになります。そしてビクトリノックスのティンカー、そして、切り出しということになってますけれども、そうですね、ナイフこれから覚えるのにこれらは、いいナイフだと私は思います。ビクトリノックスにつきましては、これロックがありませんので、その辺はちょっと考慮してもらう必要ありますけれども、普通にナイフの削りを覚えるには、いいナイフだと思います。そして今ちょっとこちらに置いてありますけれども、切り出しナイフですね、切り出し小刀ですね。日本だと、これでこれか肥後の神で、子供の頃は最初にナイフを覚え始めるわけですけれども、こちらの方ベベルが片刃といいますか、そうですね、ベベルが片っぽだけになってます。反対側がフラットですので、非常に切り込みの角度をコントロールして、方向を角度を、決めるのが楽です。あと薄く削るときに裏がフラットですので非常に切りやすいということもあります。で、今回はですね、一番安全性の高い、そしてブッシュクラフトでも使っていけるこちらプーコの方で話を進めていきたいと思います。ではナイフの使い方入ってみたいと思います。まずナイフ使用しない場合は必ずシースに収めておくようにしてください。プーコの場合ですね、抜くときですけれども両手でこうやって引っ張って抜くとですね、非常に危ないです。ですのでこの柄のところを持ちまして、もう片方の手でシースを持ちます。で親指で反対の手、ナイフの柄を持っている手をグッと押してこのように抜くと安全に抜くことができます。そしてですね、今回、練習に使うのはこちら鉛筆になります。今ちょっとどうかわかんないんですけども、私の子供の頃はですね、最初に削ったものよく考えるとやっぱ鉛筆なんですね。で鉛筆を削るというこの削り作業、実は基本中の基本で、これができるととてもいろいろなものがもう作れます。キャンプで使えるものが作れるようになります。ですので鉛筆で練習していきたいと思います。では、削りの方入っていきたいと思います。まず最初に一つだけ注意お願いします。刃物を使いますので、手切らないように気をつけてください。削るときナイフの刃の進行方向にこう指を置かないことですね。これを気をつけるようにお願いします。鉛筆ですけれども、この芯、中心が分かりやすいですね。ですのでこの中心が尖るように削ります。持ち方です。鉛筆をこのようにしっかりと握ります。で先の方から、そうですね、だいたいナイフの刃幅くらい入ったところですねに、指というか手のこの一番先が来るように持ちます。で削り始め、人によってそれぞれなんですけれども、私はこの鉛筆、今回三角鉛筆なんですけれども、角の立っている部分、角から削り落としていくと比較的削りやすいです。で一気に削らず少しずつ芯を目指して削り込んでいきます。こういう感じですね。で、これ削る時なんですけれども、こちらナイフを持った手は角度の固定で、このナイフを押すのではなく、こちらの親指を使ってナイフを押して鉛筆をこう引くような感じで押して削ります。で今これできました。この角を今度落としていきます。はい、もうだいたい芯に届きました。これを繰り返します。できた角を落とすように削り込んでいきます。
はい、芯が出ました。で、ここの長さが良くて芯が出ましたら、今度は芯を尖らせます。その時はですね、ナイフの刃を立てまして、芯を削ります。削るというか、こうこそぎます。はい、このように削れました。で、削れましたら、ちゃんと使える鉛筆になったかどうかを確認してみます。大丈夫そうですね。はい、で、キャンプで応用するとき、そうですね、まず一番これが使える、鉛筆削りの技術が使える部分というのはですね、串作りと、あとテントペグ作りですね。先が同じように尖っております。テントペグ刺す方できました。で、これでは長すぎますので、テントペグ用に短く切る必要があります。で、それもこの鉛筆削りのやり方を利用すると、これを短く切ることができます。こういった感じですね。これで刃を上から押し当てながら、棒をこのように回します。はい、これで切る場所印がつきました。そうしましたら、今度はここを、今度はですね、鉛筆の先と想定しまして、同じように削り込んでいきます。鉛筆を削るように削り込んでいきます。こういう感じですね。そうしましたら、ここ細いですので、今度は折ってしまって、最後はエンドをきれいに整えて、テントペグの完成となります。あと、もう一つ串ですね。あの、魚なんか焼くときに使う串ですね。串の場合はですね、できるだけスムースに刺さるようにしたいですので、この尖らす部分を長めに取ります。で、はい、こんな感じで先ができました。で、やっぱこうちょっと太いですので、この角を取って丸くしてみたいと思います。はい、こんな感じで面取りができて丸くなって、ささくれなんかがこうある場合はですね、先ほど鉛筆の先をあのシャープに尖らした時にですね、ナイフをこう立てまして、で、スクレープします。これでさらに滑らかになった串が完成となります。そして最後にですね、もう一つブッシュクラフトで非常に重要なものを同じ技術で作ることができます。フェザースティックです。同じようにですね、角度を固定しまして、で、こちらの親指で押します。
まあ小さくて短いフェザースティックですが、これをまあ量数本、そうですね、用意すれば、まあ、焚き付けには使えます。今プーコでやりましたけれども、こちらの、このビクトリノックスのようなこうフォールディングナイフでも同じことは可能です。でね、本当ね、鉛筆削り、最近はできない人が多いという話を聞きますが、本当にナイフ使いの基本です。ここにまあそうですね、基本が凝縮されてるっていうとちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、ナイフで物を削るのはここから始まると私は思いますので、まあ今回はこんな感じで紹介してみました。ということで、いかがだったでしょうか。ナイフを使った基本の削り方紹介してみました。それではまた次回まで。バイバイ。